将風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦。将風はは、神風型の四番艦である。当初の艦名は、第七駆逐艦。続いて、第七号駆逐艦。この名を持つ日本海軍の艦船としては、神風型駆逐艦。将風に続いて二隻目。太平洋戦争開戦時、旧式化していた神風型四隻は、第五水雷戦隊装属の、 第5奥地区隊を編成しており、フィリピン攻略戦やランイン作戦に従事。1942年3月に第5水雷戦隊が解体されると、第5奥地区隊は南西方面で戦団護衛任務に従事した。1943年2月25日、第5奥地区隊は解体。横須賀での修理を終えた本艦はソロモン諸島に進出すると、 外南洋部隊増援部隊の領艦等と共に、ニュージョージア島の戦いやブーゲンビル島の戦いに伴う強行輸送作戦に従事した。1944年2月17日、本艦はトラック島空襲に遭遇して損傷。修理後5月1日府で第3地区隊に編入。再び戦団護衛任務に従事するが、 第3606戦団戦団護衛中の6月9日、小笠原諸島近海で、米潜水艦、ソードフィッシュの魚雷攻撃により沈没した。本艦は、舞鶴工作部で建造。舞鶴工作部で建造された神風型は3隻で、ある。同工作部は、続いて、神風型発展型の無月型駆逐艦2隻建造を担当した。 1921年10月12日、上風型駆逐艦7隻、若竹型駆逐艦10席及び総改定4隻に、それぞれ艦名が与えられる。第7駆逐艦は1922年12月2日に寄港、気候。1923年10月30日、浸水。1924年4月1日、初代、昇風は除籍。数日後の4月5日、 第七駆逐艦は竣工。竣工直後の4月24日に第七駆逐艦は第七号駆逐艦に改名。さらに1928年8月1日付で第七号駆逐艦は小風と改名された。ちなみに新造時の全力講務では速力39.2ノットを記録した。竣工後から約5ヶ月後の同年9月2日。 ワシントン海軍軍縮条約により、薩摩型戦艦一番艦、薩摩は標的艦として東京湾外で撃沈処分される。日向、金剛、由良、名取が薩摩に対して実弾射撃を行うが沈没せず、第5駆逐隊は薩摩を来撃で処分した。1926年10月16日午前0時、佐世保から大阪経由で、 横須賀に向け移動中だった第二水雷戦隊のうち、本艦以下3隻は、山口県豊浦郡安岡町沖合で座礁。第七号駆逐艦はスクリューが破損する等の軽微な損傷をこむる。第七号駆逐艦以下関係者は、処分を受けた。1936年5月上旬、将風は、空母、砲礁と共に行動し、配管7号に対する演習観測を実施。 5月5日、爆撃による浸水と老朽化により、不雪管、常盤に栄光されていた、配管7号は沈没した。9月6日、昇風機関部で消火災が発生。1名が死亡、3名が負傷した。1938年11月15日、第5駆逐体から上風型2隻が除籍され、同2隻で第45駆逐体を新編し、 江戸平太郎大佐は、第45駆逐隊司令も兼務することになった。日本海軍は1940年11月15日府で、第45駆逐隊を解体。2隻は、元の第5駆逐隊に編入され、定数4隻を揃えた。同日府で、第5水雷戦隊も編成。長良型軽巡洋艦3番艦、名取、第5駆逐隊。 第22駆逐隊は第5水雷戦隊に配属され訓練に阻止んだ。太平洋戦争初戦における第5駆逐隊は第5水雷戦隊に所属してフィリピン攻略戦に参加。第5駆逐隊領艦が活躍した1942年3月1日のバタビア沖海戦における本艦は第4航空戦隊後へのため不参加だった。1942年3月10日。 第5水雷戦隊は解体。これに伴い、第5駆逐隊は、第1、南遣井艦隊に転属。3月下旬、第5駆逐隊はビルマ攻略作戦に従事。東南アジア方面での輸送任務や、船団護衛任務に従事した。5月5日、旗風は、第5駆逐隊から除籍。横須賀陳府警備駆逐艦となる。この編成外により、 第5駆逐隊は神風型三隻となった。1943年2月25日、第5駆逐隊は解体。朝風は第1海上護衛隊に編入。前年11月16日に植来して大破していた春風も4月15日府で第4予備艦となった。3月31日、本艦は横須賀に帰島。修理後6月23日に、 横須賀を出撃。ラバウル方面に進出する。7月9日、外南洋部隊指揮官直卒のコロンバンガラ島、敵艦艇撃滅及び輸送作戦に参加する。主体、警戒隊、輸送隊としてコロンバンガラ島に進出するが米艦隊は出現せず、輸送作戦のみを実施して7月10日朝に部員へ戻った。7月12日、本艦は、 コロンバガラ島沖海戦に参加する。ラバウル出撃の警戒隊と部員出撃の輸送隊、合流後の同日夜、クラワンで、米軍巡洋艦部隊との間で、夜間水上戦闘が勃発。輸送には成功したが、同海戦における人数沈没時に、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊二少将と第二水雷戦隊司令部は全滅した。新任の 第3水雷戦隊司令官、伊集院松次大佐と、トラック白地から来た第7戦隊を迎えた、外南洋部隊は、新たに、野戦部隊を編成。7月19日から20日の作戦行動では、第7戦隊司令官、西村昭治少々指揮下の野戦部隊として、コロンバンガラ島方面に出動する。だが、夜間空襲により、駆逐艦2隻を喪失。 本艦を含め3隻が損傷を受けた。8月15日、米軍はベララベラ島に上陸を開始。8月25日、レカタ基地からの撤収作戦が行われ、陽動隊、輸送隊という区分で同日午前2時に部員を出撃。午後5時30分、増援部隊は陽動隊、輸送隊、将風の3軍に分離し、本艦は部員、 ラバウル艦の輸送を行った。輸送隊の作戦も成功した。この後も駆逐艦3隻で輸送作戦を実施した。ベララベラ島の戦局悪化に伴い、日本海軍はコロンバンガラ島からの撤収作戦を発動。襲撃部隊指揮官は野州部隊、輸送部隊、警戒隊、陽動隊という区分を定める。続いてベララベラ島からの撤収作戦も行われ、 10月6日には、野州部隊、輸送部隊、収容部隊及び、協力部隊の戦力が集結。転進作戦中に、米軍水雷戦隊が出現して、夜間水上戦闘となり、双方駆逐艦一隻が沈没した。10月27日、小風は横須賀に帰島。12月9日、横須賀を出撃し、再びラバウル方面に進出した。 12月16日、第三水雷戦隊司令官は、伊集院松次少将から中川広史少将に交代。12月19日時点における最前線の第三水雷戦隊は、駆逐艦となった。第三水雷戦隊各艦は、ニューブリテン島での輸送任務に従事した。1944年1月下旬、第三水雷戦隊の駆逐艦は、ニューブリテン島や、 アドミラルティ諸島への輸送作戦を実施する。同年2月17日、トラック白地所在だった、昭風、しぐれ、春雨等は、米軍機動部隊によるトラック島空襲に遭遇する。空襲により、両艦ふずが、大破、ふず艦長、長倉義春少佐によれば、昭風は、ふずを海岸に座礁させるべく栄光準備を行う。だが、 再度の空襲が始まり、小風は、ふづエ栄ーを中止して被退したという。その後、ふづは沈没した。一方の、小風も空襲で損傷したため、トラック白地に停泊していた、病院船天皇丸に接原して負傷者を引き渡す。また負傷していた、小風艦長も、天王丸で戦時治療を受けると、小風に戻って、指揮を続行したという。 本空襲により山水船からは、駆逐艦二隻が沈没。一連の攻撃により、日本海軍は、航空機約三百喪失、阿賀野、舞風、香取、中、追い風、赤木丸、平安丸沈没、水上規模艦秋津島中波、駆逐艦小風中波、しぐれ小波、工作艦、明石シア氷艦層や損傷。 航空機270機喪失等の大損害を受ける。損傷した、将風は、サイパンに開港された。3月1日、将風は、横須賀に帰島。3月10日府で、第3水雷戦隊及び、機械の各艦は、中部太平洋方面部隊に編入され、襲撃部隊は解消した。4月28日、本艦は、横須賀を出撃。5月1日、 第11航空艦隊所属のミネ風型駆逐艦9番艦、秋風、第8艦隊所属の小風は第30駆逐艦隊に編入され、同駆逐艦隊は駆逐艦4隻編成となる。胴体は渦木型駆逐艦、上風型駆逐艦、ミネ風型駆逐艦の混成部隊となった。6月1日、第3護衛戦団司令官は、 鶴岡の道一少将から門前加内少将に交代。同月上旬、将風は輸送船7隻と護衛艦ともに第3606船団を編成、同船団の機関として行動する。また軍令部より、日野木や村中佐も臨時第3護衛船団参謀として将風に上艦した。サイパン島に向かう最後の船団となった。6月6日、 第3606戦艦は、東京湾を出撃。6月9日午前4時17分 -19 分、小笠原諸島父島沖北緯27度14分、東計145度55分、北緯27.233度東計145.917度、27.233145.917地点で、アメリカ軍の潜水艦、 ソードフィッシュの魚雷攻撃を受け、昇風は合沈した。昇風沈没により、本館座城の門前少将と、ヒノキヤ三宝は戦死。救助された人員は、わずかだった。戦団は、サイパン島行きを中止、父島に退避している。8月10日、昇風は神風型駆逐艦、第三0駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれより除籍された。 艦長たちの軍艦誌242から243ページおよび官報による。ありがとうございます。